FM93AM1242 日本放送ソードアートオンエア。こんばんは、松岡優作です。大丈夫？大丈夫です。どうも、日本放送アナウンサーの吉田久則です。アシスタントなんですけど、はい、ま、この時期でこうアニメってやっぱりラジオもそうですけど、3月4月切り替わるじゃないですか。そうですね。でこう切り替わる時って、あのメインキャラクターって頑張ってんじゃん大体。あの終わる時もそうだし、始まる時もなんかそろそろって始まることあんまないですよね。で、あのソードアートオンラインシリーズで、主人公キリト役を演じているのが、この松岡優作君です。そうです、僭越ながら演じさせていただいております。今ものすごい、あのより謙虚ボイスに聞こえてると思いますけど、どちらかというとこうなんかうわーいって感じじゃなくて、もうちょっとこう落ち着いたタイプの、少年アニメって言っていいんですかね、そういう主人公ですよね、そうなんです、キリトは。でそれがより今日はこう小規模というか落ち着いて聞こえちゃってますけど、まあいろいろと理由がありまして、頑張りすぎたんで、頑張りすぎましたね、いろんなところでね、であと、あのソードアートオンラインシリーズを今、あのウォーバンダーワールドっていうのが、この間までやってて、ご覧になった方はあ、リアルになっちゃってるって思ってる人が。そうですね、もしかしたらもう目に正気がないかもしれないですね。そう、あのこうずっと大活躍してきた主人公だったんだけど、このシリーズはちょっと気力を失ってたんですよね、ついこの間まで。体は大丈夫なんですけどね、でそれが、今声に松岡君の喉に宿ってしまってました。であのこのシーズン、あの実は、時間移動してきたんで初めて聞いてくださってる方もいるかもしれないですよ、生活習慣上、ついこの間までやってたんですけど、今週から20分だけ時間移動して、同じ火曜日の夜9時20分から20分番組としてお送りしていくことになりました。でなので、ソードアートオンラインって何っていうふうに思ってる方、まあそうですね、もしかしたらこのわずかな時間移動でもいるかもしれない、であともう一個、あのなんていうんですかね、ついこの間まで聞いてたけどやっぱりソードアートオンラインって何って思ってる方がいる可能性があるんですよ。まあいるでしょうね。そう、それは僕と松岡君のやりように問題が若干ありまして、アニメより車の話が多かったっていう。そうですね、8対2ぐらいですもんね。そうなんですよね、すいません、多少のですね、当店のレシピが変わりまして、いろいろと今までの あのこうリキュールとね、ソーダの割合が、かなりこうあのリキュール多めだったんですけど、そうですね、ちゃんとソーダを増やせと、いうことになりまして、しばらく SAO 食増しで、まあ、アニメこの頃始まりますからね、この3ヶ月に関してはアニメやってなかったんで、しゃあないっちゃしゃあないところも、ありますんで、でなんと、そうですよ、もう今日もうスペシャルレシピですよ。スペシャルレシピですか。いきなりちゃんと声優さんがゲスト来るんですって。あ、それはもうありがたいことですね。もう本当にいかに誰かが業を煮やしたかが分かるっていうってことになってるんで、なんで今日だから松岡君は、あのもちろんあの声は今出てますけど、あの無理はなさらず、そうですね、ゲストもいるし、あと目の前に元気な会社員がいるんで筆談でいいから。最悪筆談ですか。この質問聞いてとかあったら、サラサラっと。でも確かに、あの今日あの来られるゲストの方はすごいぴったりかもしれないですね。あ、そうなんですか。やっぱりその今までの騒動の中でも、あのやっぱりこう今キリトって喋れない状態じゃないですか。確かに、でやっぱりこの今までこうその初等練習の時代から、あのあこれゲストの名前言いそうになっちゃった。まあ、別に秘密じゃないよ、秘密じゃないよ、ゲストの名前言っても。あ、大丈夫ですか。大丈夫ですよ、なんで秘密にしたんですか今。まあ、近藤さんの役柄が全然いいです、全然いいです、まあ、ロニエなんで、そのロニエってあのキリト先輩のお世話焼きたいって、まあ、それは後々あの本人からたくさんお話聞けると思うんですけど、そういうのもあって、今回僕こういう状態なので、もうロニエに頑張っていただいて、っていう感じにしたいと思います。はい、あの SAO 世界随一の介護力をお持ちの方にご登場いただきますので、それではじゃあのゲストを迎えてお送りするソードアートオンエア、ハッシュタグ SAO ラジオをつけて、放送中につぶやきながらぜひ楽しんでください。お願いします。FM93AM1242 日本放送ソードアートオンエア。
ソードアートオンエア。この時間はアニプレックスがお送りします。松岡義嗣です。吉田尚紀です。 FM93 AM1242 日本放送ソードアートオンエア、お送りしています。ソードアートオンエア。あの声もね、あのアニメって、ヒーローで出てる人は戦ってるわけですから、もう今戦場帰りですもんね。戦場帰りですね。戦場帰りの人はこれでしょうがないんで、これは、なんていうのかな、白鵬がここにサポーター巻いてるようなものだと思ってください。交渉です公の傷と書いて、ってことで、その、戦場帰りの頑張ってくれている松岡君とともに、日本放送のアナウンサーが、特に頑張らずにサポートだけしてますが、で今日はアニメソードアートオンラインの出演声優の方の中からゲストにご登場いただくんですけど、はい、ここは頑張ってもらっていい？ここ大丈夫ですよ。お願いします、はい。ソードアートオンラインにはロニエ・アラベル役で出演中、近藤玲奈さんです。はい、ロニエ・アラベル役の近藤玲奈です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう本当に今やっと介護士の方登場ですよいやでも私も介護される側の人間なので、どうしようというのはめちゃくちゃ戸惑ってるんですけど介護される側いつもだいたい介護されてるような気がします。それは、まあ、あのピンチを救ったりで、ああそういう意味のね、あとはなんかいろんな面で、あの精神的に支えさせていただいたりっていう、そうね、ストーリー的には、確かにキリトがかなりあのいいとこを見せてる女子、そうですね、また無意識にモテを発動するキリトさん、そうなんですよ、やっぱりあれはダメですよね本当にあ、だから、あの、まあ、かなりあのキリトさんとはだいぶ仲いいとお伺いしてるんですけど、松岡いや本当ですよ、あの子はですね、やっぱ無意識なんですよモテが、でさらに多分自分にはあのアスナっていう、まあ、いわゆるこう、まあ、仮想世界とはいえ、はい、結婚して、まあ、今後も2人で生きていきたいっていう誓い合った人がいるんで、そういう面もあったことにより、まあ、ちょっとフランクになっちゃうんですよね。あ、ちょっとだけこう無意識に世話を焼いてあげたりだとかっていうのが、まあ一挙手一投足っていうんですか、まあ、優しいからこそ出てしまう で、でそれでもうあのいつも変わらない吸引力で、女性をピタッピタッとやってしまうんです。そうですか、はい、という、かなりね長年来の友人からのこうアドバイスも出たところですけど、はい、それとは関係なく惹かれ続ける女性が、そうです、当時の次々とです。でその中でもかなり最新に属する、最新に属する、方がロニエ、そうですね、ロニーまた可愛いんで、はい、可愛いんですよ、というふうに言っている、なんかあのすみません近藤さんがあまりにもなんかこうすごいシュッとした格好で今可愛いんですよってこう言いに来てくれてるのって、どこかの企業のブースのこう説明してくれるお姉さんみたいな感じがものすごいするんですけど、もうすっごいこうあの世代的には近藤さんめっちゃ若いんですよね。そうです、今21歳です。21歳ですよ、はい、して、まあ、20歳の時って何してた？21歳の時ですが、はい、新聞配達してました、ね、あ、そうだよね、そうですよね、小学生やってましたね、新聞小学生だった時代、いやそこを今もう現場で、ちょっと今日こちらに来ていただいてて21歳ということは、ロニエやってる頃一番初め登場した時って、あ、19歳とかの時ですかね。ほら、そのくらいですね。19歳ですよ。19歳の時ね、頑張ってらして。はい、ちょっと待って、どこの島のおじいちゃんなの？今のは頑張ってらして。おじいちゃんみたいな。町の方から若い若い子が、若い若い子が、若い子が、やっぱこう本当あの波を立ててほしいですよね。声優業界に声優業界に波を立ててほしい、頑張りますあのおじいちゃん今日あんまりねあの細かい話ができないんだ。あ、そうですよねおじいちゃん今日ざっくりなんで、はい、今勝手に町の方から来たことにしちゃいましたけど、はい、近藤さんはご出身とかどちらだったりと、千葉県出身です。あ、千葉だ、はい、出た、うち 嫁さんが千葉の人なんですけど。あ、そうなんですね、はい、あのすごいね細かいことを気にしない人が多い土地柄な気がしますよ、個人的には。そうですね、なんか結構、初めましての方にはすごいなんか真面目だなとかで、おとなしそうだなって結構思われるんですけど、結構なんか仲良くなってくるとすごいちょっとなんでしょう、意外と大雑把な性格な
ので、なんか結構意外とそんな感じなんだねって言われることはありますね。いや、そう見ててこのすっごいざっくり千葉感を僕ものすごく感じてて、異常に歯並びいい人多いんですよ、また千葉。あ、そうなんですか。めっちゃ歯並びいいな。恥ずかしい。ご家族みんなそうだったりしません？どうなんだろう、ちゃんと見たことないかもしれない。ちゃんと見たことない。もう嫁さん親族現れるとみんなすげえ歯並びなんですよ。バッキバキの完璧みたいな人しか出てこないんですよ。そうなんですね。初めて知りました。どの辺ですか、千葉の。千葉の、あの上の方で、あんまり細かい、なるほど、真ん中より上の方です。あのこう八千代とか、あの桜とか、あの辺の。あ、近いですね。やっぱり同じ人種だわ。空港近いです。あ、すごいイメージ、はい。でその近藤さんが、はい、でも19歳でもう現場にいらっしゃってたってことはあれですよね、結構早い段階から声優さん目指してないと19歳で現場にたどり着かないですよね。そうですね、あの声優のお仕事始めたのが高校2年生とかの時で。あ、そうか、高2の時何してた。高2の時ですか、ね、いや、あのそろそろ将来のこと考えないとなって思って。まだ始まったのにね。その時にもうすごいずっと自動車の整備士になりたいなとは思ってたんですけど、うんうん、どこかでなんか、あら、声優っていうものがくすぶった時代ですね。どっかで目指したいけど、まだなんか具体的にどうこうするのもなみたいな、ね、なれるわけもねえしなって思いながら、時にもう現場にいるんですって。あら、素晴らしいですね。すごいおじいちゃんのように。今日おじいちゃん身がすごい。今日ちょっとおじいちゃん身がすごいですね。今日はもうそうなんです、そういう日なんですよ。でその近藤さんが、はい、もう高2で来てたってことは、だからより先ですよね、目指し始めるの。あ、そうです ね、あのもともとなんか芸能系の方で中学生くらいの時からいたんですけど。あ、そうなの。声優になりたいなと思ったのが中学校2年生か3年生ぐらいの時で、はい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 、でもその どうしたらいいのかも全くわからない状態で、なんか声優事務所さんのこととかも全然わからなくて、で、今所属してる平田オフィスさんが、まあ、基本は芸能の事務所なんですけど声優さんも募集してるってことで、あ、なんか応募してみようかなって言って応募して今に至るという感じ。雑誌とか見たんですか。あ、雑誌とか、そうですね、見てました。あ、はい、で応募して、はい、受けて受けて、でトレーニングしていろんなオーディションを経て。そうですね、本当にでも現場で学んでいくという感じだったので、ちゃんとこうがっつり養成所っていうところがなかったので、声優のレッスンが、うんうん、だからあの本当に現場で学んでいくという感じで、すごいもう右も左も分からずという感じだったんですけど、だから初めてのアフレコ現場の時とかもすごい戸惑ってて、でも実は私初めてのアフレコ現場の時松岡さんいらっしゃっ一緒だったんですよ。お、来た。今松岡くんがあのなんだろう、記憶クイズを仕掛けられてるというやつですね。いやでも結構前なので、私制服でいたんですよね。それは初めての現場、高校2年生ってだけおっしゃってました、ね、高2年生の時ですね。ってことは4年ぐらい前かな。そうです、4年ぐらい前で。ということは、はい、はい、クエスチョンみたいになってますけど、今日高さんが主人公だったやつかな。あー、違います。あの同じ事務所の先輩の三香子さん、小松美香子さんがいらっしゃって、宇宙海賊やった時期ですか。あ、モーパイ。あ、違う、モーパイではない。猛烈パイレーツではないじゃない。うん、美香子氏がやってたやつ。でダメ、これね今ねかなり難しいですよ。あの小松美香子、松岡義嗣って言うたら、この二人で出てる作品どんだけあんだって話ですよね。なので、さてどうなる、さてどうなる。美香子氏が主役をやっていた。あ、そうです、そうです。え、モーパイのイメージが強いんだよな。本当に松岡君今日敵に捕まったヒーロー感すごいね。いや、そうですね、なんかいろいろ殴られた後みたいです、ね、そうそうそう、まだ逆らうつもりかおめえってやられた後の感じです、正直全然記憶ない。自分何やってたんだろう。ちょっと今 あのね今俺一つ重大な問題に気づいて、近藤さんに会ったことありますかっていう質問がいつの間にか松岡キャリアクイズに変わってるんですよ。そもそも会ったこと覚えてる、それよかったんですけど、あの僕は近藤さん、あの、はい、拉致が開かないん で、ね、ちょっと近藤さん側から正解を。あ、あの青春機関銃。ああ、青春か、はい、
ありましたね。その時に初めての現場でした。フレコ現場でした。なるほど、はい、青春期間中で、あ、でも確かに、あ、いた気がする。本当ですか。なんかその時に私マイクの立ち方も、ま、分かんなくって、うん、声優さんってこう何本もマイクがあってでも全員に1本ずつじゃないからタイミングをこう一人測って入れ替わり立ち替わり取るんですよね、うん、そうなんです、ね、もう何も分からなくって、だからマイクと自分の顔の間に台本を挟んで読んじゃってこれもう完全にこれやってみ、これこういう感じですもん、ラジオ的にやるとこうやって読んじゃっててこれは音ちゃんと入んないですよね。そうなんです。で、あ、これ片手でこう持って入るようにするんだよってこう教えていただいて。それ誰に教えてもらったんですか？それは音響監督さんに教えていただいて、はははってなって、ええ、でも皆さんがすごく温かい目線で見守ってくださってたので、なんとか乗り越えられたという感じなんですけど、まあ、誰しもありますからね、はい、まあ、皆さんの中に松岡義人くんもいるわけじゃないですか、はい、その時の松岡くんどんな感じだったかって覚えてます？なんか隅っこに行ったイメージが、やっぱりな絶対これ僕そういえば松岡君のアフレコ現場って見に行ったことないと思うんですけど、ええ、松岡君、まあ、アフレコ現場だけじゃなくてイベントの控室とかで松岡君が誰かと談笑してるっていう時、はい、なんかみんなを中心で笑わせてるとはあんまない、大体、ええ、静かにしていることの多いタイプなので、ええ、多分アフレコもそういう感じなんだろうな想像した通り、うん、そうですね、うん、はい、だったんですけど、はい、やっぱりこうなんかあんま喋ってはいないですよね、まあ、なかったような気がします、じゃあそれがこうソードアートオンラインだとロニーだいぶ距離近いじゃないですか。そうですね、キャラクターとしては、うん、それこそね、こう、まあ、助けもするし、ね、助けられてもいるわけじゃないですか、ね、現状だと相当こう印象変わってもおかしくないと思うんですけど、今のソードアートオンラインの現場では、はい、どんな感じなんですか？あ、なんか最近はすごいなんか花粉症大変そうだなって今日さ仕事頑張ったからこうなのに花粉症でこうな人みたいじゃん、こうやと松岡くん、あら、今日お声もちょっと、今日はそうですね、そうですね、うん、本当に、まあでも近藤さんも結構石原さんとすごい仲良くなれて、あ、そうなんですよ、いつも石原かおりちゃん、ええ、ティーズ役の石原かおりちゃんとすごく最近仲良くさせていただいてて、ええ、ずっと二人で一緒にいるんですけど、ええ、あ、そうなんですか？そうなんですよ。それまた何か、あれでもソードで初対面、あ、その前に以前一回会ったんですけど、でも全然ちゃんとがっつり絡んだことなかったので、本当にこのソードで仲良くなっていったという感じで、はい、そのなんですか、じゃあ現場で今でもまだ教えてもらうことって結構あるわけですか？まあ、でも4年もあるとは思わないかな。そうですね、でも、もうたくさんもうソードの現場でも先輩方のお芝居見て学ばせていただくことはたくさんあるなという感じです。でその中でこう石原さんとこうなんか距離が近づいたのはなんか理由とかきっかけとかあったんですか？なんかもともと私がすごく学生の時に石原さんの活躍すごい見てて、あ、そうなんだ、そうなんですよ、すごい大好きでだから本当ご一緒できた時もう夢のように本当にすごく嬉しくって、そうですね、なんか結構私と香里ちゃんも似てるとこ結構あって、それでなんかフィーリングがあってきたというか。あれ石原さんって出身どちらでしたっけ？千葉県ですね。そんな、一緒だ、一緒だみたいな話しました。確かで、そうです、ものすごいちゃんとこうなんか写真集とか出してももう恥ずかしくないもうアイドルっぷりなのに、やっぱり細かいこと気にしねえなと思う瞬間があって、そうなんですよ、結構意外と話もなんか通じ合うんですよね、そういうところで、でじゃあその石原さんと結構現場でもお会いしてお話もできる。そうですね、結構一緒になると常に、一緒にいちゃうので、一緒にいすぎてこの前なんか別の現場で島崎さんに二人いつも一緒にいるよねって言われました。それを言うと松岡君と信長君もだいぶ二人一緒にいるよねって。そうですね。そうっすね、やっぱ今キリトがこういう状態になってるんで、現場行くと信長がいないんですよ。裕次郎役の島崎信長君はついこの間のシリーズまではこうゴリゴリに一緒にいましたけど、残念ながら今ね、いなくなっちゃってますね。すっごいテンションしてますねなんかそれもあるのかな、結構ちょっとずっとしてる感じがあ、今近藤さんが見てる現場の松岡君は、そうですね、ははは、端っこでずっとズーンってしてますよ。まあ、出て
来ないしねあんまり ね, ねズーンってしてるのを見てて、そうですね。でなんか戸松さんがあの必死に励ましてるところをよく見ます励まされてるの結構言われてますね、どんな風に、すぐすぐ今日信長いないねって言って、そうですねって言って、何悲しいのって、そうですねって言って、大丈夫だよって言って、そうですねってみたいな感じです今のそのやり取りに情報量がゼロだった島崎くんがいないってみんなが知ってることを確認して終わるっていう会話ですよそれ。そうか、じゃあまあ、あのシリーズの中の今の立ち位置もあり、あんまりこうあの現場で騒いでいない松岡くん。そうですね、あとやっぱり今までにしたことない演技の系統だったので、その心がない状態で会ってあの発するっていうのはどういう感情でその発しようとして言葉を発するわけじゃないじゃないですかっていうので、やっぱりそこも結構不安で難しい部分でもあったのでっていうので結構必死に考えてたっていうのもあったんでしょう ね。そうするとこう、まあ、こう言ってしまうともう近藤さんからすると松岡君大先輩ですよね。そうですね、ですよね、はい、もう見てたってやつですよね。はい、そうです、いろんな作品で。そうですね。あ、それこそか SAO 始まった頃ってまだデビューしてないかな。まだ始まった時でアニメ7年ぐらい前ですもんね、スタートしたのね。7年前、もう8年とかじゃないですか。8年か、8年もうあと8年前だと、だって13歳だから声優さんになろうと思ってないですよね、さっきまだ。そうですね、ですよね。アニメとかにはすごいハマってた時期です。ああ、ってことはじゃあもうリアルに見てた作品の主人公としてもう松岡君いっぱい出てる人ですよね。そうですね、見させていただいてました。そういう人、なおかつ現場で難しい顔をしている、はい、めっちゃ話しかけづらい人じゃん。そうです、なんか私も本当にコミュ障なのでなんかどうしようとか思ってたんですけど、でもあのラジオとか他のイベントとかでご一緒させていただいて、あの一回ソードのラジオですごいアドバイスをいただいて、それが本当に私結構あの自分に自信を持てるきっかけになった一つでもあったので。なんて言ったのいや、まあ、やっぱり現場をやるんだとしたら、その現場で座っててもやっぱそこには上下関係ってやっぱ少なからず発生するじゃないですか、でもやっぱりマイク前だったらあの上下関係なくなるんで、マイクの前だったらもう自分は別人じゃないですか、だからそこに気を使う必要もないし思い切りやった方がいいよっていう感じだ、でしたよね、そうです、今のアニメだったら分かるんですけど、あのイベントとかラジオってあの別に別人じゃないですよね。別人じゃないですよ。別人じゃないですよね。この場合は どうすればいいですか松岡さん。え、いや、あのそれはやっぱ人によるじゃないですか。なんかあのこう、いや僕は大丈夫な方ですよ、はいはい、僕からいけないだけなんで。あのこうなんですかね、先輩だからといって妙な行動をしたら突っ込んでもらって、それは当然だと。いや、それは当然ですよ。いうふうに松岡君は思う。けどそこに別に僕はそれに対して不快感とかもあの全然抱かない人間なので、むしろありがとうございますみたいな感じ。ああ、じゃあそこが気になる人もいるから、そこは考える必要があるけど、まあ、それをちゃんとその人を見て判断した方がいいんじゃないかなっていうのがあります、ね、じゃあ今松岡君からこうアドバイスする するとなると近藤さんは松岡君に対して思ったままのことを言っていただいていいっていう。そうですよ、ことになりますね、ことになりますよね。おめえ何やってんだってあの今 の近藤さんを見て松岡くんを、はい、なんか一言感想を漏らすとすると、今日どんな感じ。今日はなんだろう、なんか花粉の、マイナスイオンみたいな花粉のマイナスイオン、なんかマイナスイオンつければいいって思ってない？てかね、今ね多分ね気を使ってるんですよ、なんだかんだ言って。なんか花粉ってと、そう、なんかさっきほどおっしゃってたようにマイナスイオンつければいい気がします。あのこういう子なんですよ。むしろ事実ですね。今一瞬こう真面目そうなこうあの企業の方に見えたんですけど、どちらかというと違うぞという、あれ、あのイベントの時もそんな感じだったよね。え、それはどういうことだろう。あ、京マフ。京マフの時あ、京都でやったイベント、はい、ものすごい珍回答をするんですよ。例えば何についてだったんですか、それは。何でしたっけ、あの確か松岡さんを
一言で表すとしたらみたいなので、確か清水寺ってあの全然わかんないどういう意味なの。あとなんかあの飲んじゃいけないですけど飲める洗剤みたいなありませんでした。香里ちゃんをはなんだっけ、なんちゃらスパークリング洗剤みたいなの例えてみたいな、なんか洗剤だけど、うんうん、なんか体に大丈夫そうだなみたいな、飲めそうだなみたいな感じみたいな、綺麗にしてくれるということで、で、うん、あの茅野さんが、うん、食べられるマシュマロ、まあ、食べられないマシュマロ、マシュマロじゃないってことね、ええ、うん、あの司会の方も同じこと言ってました。やっぱそうですよね冷静に速攻突っ込んでました。そうですよね、ええ、うん、そうです。で、今日に関して言うと、なんかどういう感じだけど、花粉症のマイナス4っていう会話に松岡君を見てなってるわけですね、はい、すいません、あの近藤さんとあの松岡君だけじゃなくて今日良かった気がしてますCM の後も近藤さんにはまだまだお付き合いいただきますFM93 AM1242 日本放送ソードアートオンエア。ソードアートオンエア、この時間はアニプレックスがお送りしました。松岡芳嗣です。吉田尚紀です。 FM93 AM1242 日本放送ソードアートオンエア。花粉症と過酷な現場のダブルパンチでグズグズの松岡芳嗣君とかですね、はい、先ほどあの水をおこぼしになった近藤玲奈さんと一緒に、すごいですね、割と無意識のうちに動作でかいタイプですね。そうですね、結構、うん、あの飲み物は1日に1回は絶対こぼします。そんなんないよなんか飲もうとしたら、うん、口が出ちゃうんですよ ね、なんかたまに家帰って水のなんか焦って水飲むと鼻から出るんですよいやそれは現場ではないんだ、家でだけ起きる。家でなんか、うん、安心するじゃないですか家って。なんかこうもう無敵状態じゃないですか家の中って。無敵で無限状態、なんか何しても大丈夫みたいなのがなんか自動的に生成されてるのかなみたいな。生成されてるこれは確かに松岡君こういう人なんですね。こういう方ですよ。ちょっとね、今週だけじゃもったいない来週も多分、はい、来ていただくことになりますが、じゃ あ, あのとりあえずこのコーナーはあのやりましょう。はい、今週のソードアートオンライン若干なんか今週のびっくりドッキリ目かみたいな感じのテンションになっちゃいましたけど、松岡君が主人公キリトを演じるアニメソードアートオンラインの最新情報をお届けしていくこのコーナー。アニメの方はですね、去年放送されていたアリシデーションウォーブアンダーワールドのファーストシーズンが、順次ブルーレイと DVD としてリリースされてまして、その第4巻が明日3月25日にリリースされるんですが、まあ、近藤さんもこう、はい、ストーリー終盤割とこうロニエ出てくるとこ多いですよね。そうですね、ロニエちゃんもちょっとね、バサコさんに追われていたりとか、とてもね危険な状態に陥ってしまうところもあるんですけど、でもいよいよこうアスナさんも登場して物語もどんどん展開していって、12話でやっとシノンさんだったりも来て、すごくここからどうなっていくんだろうっていう気になるお話になっているんじゃないかなと思っております。これね、ブルーレイでこう見てた方もこれから あのシーズンにつながりますからね、ちょうど。そうですね、タイミング的にね、はい、リアルタイムで見れるようになるわけですが、うん、でちなみにこうまずブルーレイ DVD の方は音声特典として第4巻には、松岡君と茅野愛さんと、トマズハルカさんの3人によるオーディオコメンタリーが収録されているということですので、はい、ぜひお楽しみに、はい、そして、アリシデーションウォーブアンダーワールド最終章が4月の25日から順次放送スタート、はい、でその前週前々週には特番とファーストクールの総集編の放送も決定してますので、各局の放送時間などは SAO の公式ホームページで確認してください。でさらに4月の1日水曜日から7月の5日、日曜日まで有楽町丸井8階のイベントスペースで、あら有楽町日本放送ご近所ソードアートオンラインオフィシャルストアがオープン。ストア限定グッズはもちろんこれまでに発売された原作アニメゲームのさまざまな商品を取り扱う過去最大級の品揃えですので、ぜひ足を運んでくださいということでございます、はい、そして、はい、今日はこう近藤さんがお越しいただいたので、ね、近藤さんのこうなんか個人的なやつありましたらぜひ。はい、公式ツイッターと公式インスタグラムやってるのでぜひフォローしてください。よろしくお願いします。今日も水をこぼしておりますみたいなそうですね、ツイッターの方は、まあ、真面目な方向性というか仕事の情報とか、うん、そっち系です。なんかそっち系ツイッターは。でインスタは、インスタはなんだろう、
日常というか。あ、なるほど。そういう感じです。一番最近上げた写真なんです。一番最近上げた写真は漏れた自撮り漏れた自撮り漏れた自撮りが上がってるそうです。漏れない日はあげません。すごい。でも私夢の国がとても大好きなんですけど、はいはい、千葉の人ですからね。だからただのその夢の国が大好きなアカウントみたいな感じになってるので。それで情報性ありません。あ、はい、年パス組あ、年パス年間パスポート持ってる組。はい。あ、もうさっき聞けば聞くと千葉の人のエピソードなんだよな全部さあということで、以上今週のソードアートオンライン最新情報でした。松岡義嗣が今週から毎週火曜日のこの時間にお送りしていくソードアートオンエア、まあ、今週に関しては、はい、現場現場を頑張っている、男の姿が聞こえたと思いますが、はい、そのうち大丈夫になります。そうですね、そのうち大丈夫になります。多分来週は大丈夫にまだならないです、そうですね。今治りかけだから一番やばいんです。だから無理しない、無理しない、はい、でその代わり来週も多分近藤さんがはい、来てくれるはずですので、はいはい、とりあえず近藤さんはどうなんですか。先輩がこうなってる姿見ることって、はい、あんまないですよね。そうですね、なんか今まではこう花粉に苦しんでたと思うんですけど、なんか今日は空気清浄機になってるなみたいな。逆にちょっとやっぱりね近藤さんね2,3 個話が飛んでんじゃないかなって編集してないですよこちら思う瞬間が僕はあるんですけど、まあ、まあです。空気清浄機になる。今日はなんか松岡さん自身が空気清浄機になったなっていう感じがしました。同じことを繰り返していただいたんですけど僕今は若干の説明が欲しかったんですけど、はい、花粉を吸い込んでるから多分大変なんですよきっと。フィルター掃除前みたいな状態、ちょっと掃除した方がいいかもしれません。フィルターに関してはフィルターを、うん、やっぱかけるとやっぱ人って変わっちゃうじゃないですか、うん、やっぱ今の現代の加工アプリとかもなんかフィルターかければとりあえずいいみたいな感じじゃないですかだから人間も同じだと思って、なんかフィルターを自分でかけてるかかけてないか、相手がかけてるかかけてないかでも全然変わってくるのかなみたいな。で今日は松岡さんはフィルターをかけてるんですけど、多分そこに、もう一個加工しちゃったんですよ。でも加工仕方ちょっと間違えちゃったかなみたいな。だからそれをちょっと外してナチュラルにすればきっといい感じになるんじゃないかなと。今日ちょっと松岡くんがこう声が辛そうなんで代わりに僕が CV として当てますけど松岡くんが今思ってるのはちょっと何言ってるか分からないなっていう気持ちじゃないかと思うんですけど松岡さんどうでしょう。そうですね、自分の中でも今聞いていて我々その話の中でその、演技をするにわたっても整理をつけるって大事じゃないですか、はい、今無理やり整理をつなげていこうと思ったんですけど出るわ出るわで頭の中がバックしてついていけないって感じだったじゃないですか。いいですね、これ文字じゃなくてラジオだと雰囲気丸ごと伝わりますから、むしろこれがいいという、感じがしますが、なので、すみません、もう一度、解析してみようと思った方、今後1週間、地上波放送から1週間以内だったらラジコというアプリでもう一度聞くことができますので、はい、近藤さんちょっとなんかもう文字起こしとかして研究してみたい方は素晴らしい研究対象そして、いつもですね放送の1週間から配信していたほぼノー編集のディレクターズカットしないバージョンというのがあるんですけど、今週からですね放送当日の夜10時から配信されます。早いあっという間で、日本放送的には実は野球シーズンに入ってまして、今年は野球まだ始まってませんけども、野球中継が延長した場合この番組残念ながらお休みになってしまう、はい、ですがその場合でも聞いていただけるようにアニメ SAO の公式サイトで毎週配信されますので、ぜひ、そちらも聞いてみてくださいなんですが、はい、これディレクターの実感らしいですが、ラジオ放送の倍ぐらい喋ってるそうです練習されてんだなこの番組、ということでこの番組ブログもやってますんでそちらもチェックしていただきたいというふうに思っております。じゃあ近藤さん、はい、もうだいぶ馴染んではきましたね。そうですね、ちょっと最初緊張してたんですけど、ナチュラルになってきました。私もいつも通り水もこぼすようになってきましたそうですね、ちょっともう隠せなくなっちゃいました。来週もお付き合いいただきたいと思います、はい、じゃあ来週もお楽しみに。今週はこの辺でまた来週。